はい、どうも、ナエです。今回はですね、相対速度をご紹介したいと思います。前回の合成速度とごちゃごちゃにならないように気をつけてくださいね。今回ですね、この相対速度も非常に大切な考えなので、ぜひここでマスターしていきましょう。はい、ということでまず相対速度なんですけども、観測者ですね。観測者がいます。ここの観測者なんですけども、これを A とします。観測者、自分たちですね、自分たちがこの車に乗っているとします。秒速 10m で右向き正に動いているとします。はい、このようにですね、右向き正というふうに設定することが大切です。そしてですね、今度は B、 相手側がいるとします。相手といってもこの対象となるものですね。こちらの車の速度を求めたいということになります。そして今この車は地面に対して秒速 15m で動いてたとします。はい、ここでなんですけども、相対速度って何かっていうと、 A に対する B の相対速度、ここを VAB と書きます、とは観測者 A ですね、これも自分たちですね、自分とか、まあその時の速度 VA としますから考えた対象 B ですね、過去相手とか書きます。で、ここ VB とします。はい、なので観測者 A から考えた対象 B の、はい、見かけの速度であります。 A に対する B の速度です。 B の速度を求めたいということになります。そしてこちらですね、式があります。それは、はい、このように VAB は VB-VA のように、相手引く自分で覚えておきましょう。はい、相手引く自分は、または対象のもの引く自分ですね。今回の場合は対象となるものはこちらの速度を求めたい。もちろんこの人から見たこちらの速度を求めたいので、相対速度は 15-10 の 5m/秒となります。はい、相手引く自分です。いいでしょうか？実際にですね、ちゃんとここの観測者の人から見たら、この車って右に5ですね、5m/秒ずつ離れて見えますよね。なのでちゃんと正の向きに5となっております。はい、例えばですね、はい、次のように A という物体が右向きに 10m/秒、 そして B という物体が左向きに 15m/秒進んでいたとします。はい、こちら側を正の方向として考えます。すると A から見た B の速度ですね、相対速度っていうものは、はい、VAB イコール相手引く自分なので、相手がもうすでにマイナス15ですね、正の向きと逆向きなので。で、さらに引く、マイナス15引く10のマイナス25m/秒となります。はい、確かにこの人から見ると B っていうものはものすごく左にそうで進んでいるように見えますね。なので左向きにマイナス 25m/秒バンって進んでいるように見えるのではないでしょうか。しっかりとイメージできますよね。なのでこっちとは逆向きに、この人はここから見ると進んでいるように見える、マイナス 25m/秒進んでいるように見える、このようにということができます。はい、そしてですね、こちらベクトルなんですけども、1次元での話なので別に矢印つけなくてもいいということになります。はい、次はですね、平面上での相対速度をやってみたいと思います。平面上ということは、はい、記号とかも結構注意しなければなりません。はい、まず雨が降っていたとします。今回はこういった例を解いてみましょう。そして自分たちはですね、電車の中にいたとします。で、電車は毎秒 10m で右向きに進んでいる、そして雨は下向きに流れているとします。はい、次のように右向き正と下向き正で考えてみましょう。このように設定すると、こちら側は右向きに 10m/秒進んでて、雨は下向きに 10m/秒落ちているといった感じでしょうか。この時ですね、電車の中から見た雨滴の速度を求めよう、はい、ということなんですけども、なんとなくですね、ここに入っている人から見ると左方向に落ちていることが想像できるのではないでしょうか。ここでですね、こういった平面上での相対速度を求めるには、手順を踏めば簡単に解くことができます。
はい、まず手順1を言ってみましょう。はい、まずベクトルですね。矢印の視点を揃えます。はい、どういうことかといったら、ここ矢印の部分がちょっと離れてますよね。それをしっかりこのもう一つの図で揃えてあげます。それが手順1になりますね。はい、雨滴がこのように落ちてます。はい、10メートル毎秒ですね。そして横向きに電車がこのようになってますね。で、しっかりと視点を揃えてあげます。はい、このように同じく10メートル毎秒です。はい、そして、はい、対象を引く自分ですね。これをします。はい、ベクトルで言えばこの青いベクトル引く白いベクトルになります。例えばここを、はい、自分たちは VA にいて、雨対象物ですね、これ VB とすると、今回はここはこの VB ベクトル引く VA ベクトルを考えます。このベクトルですね。はい、2次元なのでこのベクトルのマークをつけてあげましょう。そして終点引く視点、終点引く視点、対象引く自分で終点引く視点でベクトルのもう一つですね、引き算でベクトルを引くことができます。これを引くとですね、終点引く視点なので、ここからこのようにベクトルを引くことができます。これがですね、はい、このように VB ベクトル引く VA ベクトルとなります。これがですね、はい、平面上での相対速度となっております。つまり雨っていうものはこちら側に降って見えますよね。窓から見るとこのように降って見えます。これをですね、このように機械的な手順で出すことができます。しっかりとしたですね、その感覚的に解くっていうことも大切なんですけども、ちゃんとですね、物理的な手順を取ってしっかりとですね、導くことができるので、一つずつ押さえておきましょう。はい、すると向きと大きさを知ることができますよね。はい、ここ矢印の長さを求めればそれが大きさとなるので、なので知ることができ、電車に対する雨滴の相対速度を求めることができたと言えますね。速度というものは向きと大きさが2つとも分からないといけないから。あとはですね、大きさを分かればいいので、はい、ここ90度ですよね。で、大きさが分かればいいので、ここも45度という角度がすぐに分かりますから、大きさは1対1対ルート2なので、はい、大きさは絶対値でしたよね。それは10ルート2になります。したがって速度っていうものは、まず左向きに45度下がっている向きに、はい、次のように10ルート2はまあ14ぐらいにしましょうかね、 1.4 なので、で、14メートル毎秒左下45度に落ちて見えます。はい、これが雨滴の観測結果となります。はい、いかがでしょうか。このようにしてですね、まず左向き正だったり、どっち向きを正にして考えるのかっていうのをしっかりと最初に設定をしてから、はい、相手引く自分ですね、しっかり右向き正であるならば左向きに進んでいるものは負とか、右向きに進むものはそのまま正とかで、しっかりとですね、この公式にそれぞれのプラスとマイナスは変わるので注意してくださいね。それを値を入れ込むだけという手順になります。はい、平面上でも同じことが言えますけども、記号の使い方とかも実際にしっかりと注意しておかなければなりません。はい、いかがでしょうか。このようにして相対速度というものをご紹介しました。合成速度と相対速度ですね、しっかりとですね、手順を踏んで、用語も押さえて、記号もしっかりと押さえて、コツコツと勉強頑張ってみてはいかがでしょうか。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。